先生だぞ。あ、もしもし、石原どうした？先生、ちょっと今日法事になりまして。あ、そうかそうかそうか。あ、来たかったんですけど、すいません、休ませてもらいます。わかったわかった、すいません、失礼します。はい、法事はどうした？先生、やばいです。だ、家が爆破されてる。爆破？くそ、誰だ。うわ、切ります。え、いや、何も聞こえないけど。あ、もしもし、石原どうした？いや、先生、今日ちょっと法事でちょっと休みます。法事？はい。もう一昨日も法事だったよな。まあまあ、うち結構みんな死んでるんで。ああ、そうか。どんどん死んでってるんで、ちょっと法事行きます。あ、分かった、親子さんよろしくな。はい、悲しいな、切ります。はい。あ、もしもし、石原どうした？あ、先生、うん、昨日なんか夜、うん、泥棒に。泥棒？入られかけたのかな。入られかけた？入られてはない。入られてはないです。あ、入られかけたから、ちょっと今日も危ないんで、ちょっと今日休みます。あ、もしもし、石原どうした？先生、法事で。法事？はい。もうなんでこんな死ぬんだよ、みんな。俺だけ残して、くっそ、死にてー。俺の法事切ります。おー、待て待て。あ、もしもし、石原どうした？あ、先生、昨日、サッカー部の匠いるじゃないですか。うん、匠から明日、サッカー部の審判いないからお前やってって言われたんで、サッカー部の審判やりに行きます。いや、こっちの部活来いよ。あ、もしもし、石原どうした？あ、先生、うん、今日ちょっと友達とワンピースの映画、あ、待って、頭痛いんで。おい、友達のワンピースの映画まで聞こえたぞ。おいおい、いや、いってぇ、頭いってぇ。頭いってぇから、なんだ。ちょっと休ませてもらいますね。お前、7月来てねえな。お前、7月まだ1回も来てもう終わるぞ。おい、明日休みだから、一応8月からちょっとちゃんと休んで今日行きますんで。あ、すいません。あ、8月から来いよ。切ります。あ、あ、もしもし、石原どうした？先生、今日法事で。法事か、ここで来た。いや、俺ね、2日か3日くらいに来るかなと思った。1日で来たか。いや、ちょっと理科のな、今先生と今なんかこうやってたんだよ。まあ、かけてたんだよ。法事か。先生、僕でかけてるんですか？最低ですね。いや、でも法事にすら行きたくない。もう、はもう家に今日寝とこう。切ります。あ、もしもし、石原どうした？先生、お、どうした？なんか今日重力すごくないですか？重力？俺んちだけ重力がすごすぎて、クソ、 G がすげえ。え、起き上がれねえ。あ、もしもし、石原どうした？先生、ああ、今日法事でだろうね。そろそろ来るかなと思った、法事が。うん、法事か。あ、俺もあんま行きたくないんですよ。あ、はいはい、わかんないっすよ。わかるわかる。法事やってたら、もうね、あれぐらいやったらディズニーランド行きたいから。あ、そうだね。いや、部活来いよ。なんでディズニーランド行く？まず部活来いよ。すいません、ちょっと休ませてもらいます。あ、もしもし、石原どうした？先生、昨日俺海行ったんですよ。その時にクラゲに刺されちゃって、ちょっと痛さが。いや、ちょっと、お前昨日法事って言ってなかった？なんで海？あ、じゃあ、海の近くだったんですよ、その法事の場所が。海の近く。海の近くで法事するか。海すごい近い距離だったんで。海の近く。あ、そうな、法事の後海行ったのか。法事の後ちょっとなんか寂しい気持ち抱えながら海見に行こうって話して、ちょっとその時刺されちゃってクラゲに。あ、いや、すみません、もうすいません。あ、もしもし、石原どうした？先生、今日法事。やったやった、法事だ。やった、当たった、来た。5000円。さあ、あ、もしもし、石原どうした？先生、重力が重力か。重力か。俺んちだけ。え、お前んちだけだよ。重力か。重力が演技。演技な。勝てねえ。助けてー。はいはい。あ、もしもし、石原どうした？先生。あ、重力演技。また重力かよ、おい。重力か。また重力、お前、日曜考えとけよ、いろんな理由を。重力で受けねえ。お前、最近重力と法事の日本柱になってんぞ、お前。ああ、助けて。お前、どっちかなってんの、考えてこい。ああ、もしもし、石原どうした？もしもし。はい、佐藤先生ですか？あ、そうですけど。え、石原の妹です。あ、妹さん。兄、今日お腹痛いみたいで休ませてもらいます。あ、そうなんですか？あ、わかりました。じゃあ、お姉さんにね、あ、よろしくお伝えください。はい、はいはい、すいません。もう絶対石原だろ。あ、もしもし、石原どうした？あ、先生、うん、地域のボランティア行ってきます。あ、そりゃ行ってこい。あ、もしもし、石原どうした？先生、今日、法事があって。え、法事？
ほうじ茶がなんか昨日飲んでほうじ茶当たっちゃって、ほうじ茶、あ、山川先生、ほうじ茶だ、ほうじ茶なかった、くそ、ほうじ茶がなんか当たって、この期間でずっと置いてたのかな、けどボランティア参加した時にもらって、あ、はいはい、それで飲んじゃって当たってお腹痛いんで休みます。あ、わかった。あ、もしもし、石原どうした？先生、最悪ですよ。あ、どうした？昨日、メガネなくしちゃって、メガネないと何も見えないじゃないですか。だからちょっと何も見えないんで、迷惑かけるから休みます。お前、メガネかけてなくない？あ、もしもし、石原どうした？先生！あ、妹です！あ、妹さんだね。あ、重力で！妹でも重力言うてくる？お兄ちゃんが重力中です。あ、そう、重力が駅員ってずっと言ってます。あ、そう、大丈夫、お兄ちゃん、切ります。あ、もしもし、石原どうした？先生、お重力ね、重力ね、重力が、お、休み明け一発目、重力か、懐かしいな、重力が、お、重力が、駅いいな、お前んちだけだよ、休むか、休みよ。ああ、分かったよ。はい、はい、あ、もしもし、石原どうした？先生、お、昨日ずっと考えてたんですけど、お、僕ら人間って何のために生きてるんですかね。もうよく分かんなくなってきました。ああ、そうか、先のことが不安すぎて、お、俺何したらいいんだよ。かっこいいや。あ、もしもし、石原どうした？あ、もしもし、先生、お、今、部活向かってます。お、来てるか。なんか久々にちょっと照れくさいですけど。久しぶりだな。うわ、ライオン、ライオンだ、ライオンだ、ライオン、逃げろ。あ、もしもし、石原どうした？先生、お、水飲みて。あ、どうした？二日酔いで、今日休みます。お前、それ社会人が言うやつ。あ、もしもし、石原どうした？先生、お、甲子園見ました？おー、見たよ。めちゃくちゃ熱かったっすよね。おー、俺も同じ高校生として負けらんねえ。そうだな、なんか見つけなきゃ。かっこいいや。あ、もしもし、石原どうした？あー、先生、おー、どうした？あー、ちょっときつい。あ、どうしたんだ？ちょっと熱ありまして。熱？何度あるんだ？36度4。平熱！あ、もしもし、石原どうした？あー、先生、おー、法事で、法事？お、校長当たってるじゃないですか。27、法事なんで。あ、もしもし、今日昼の1時ぐらいから、男さん、女2でカラオケ行きたいんですけど、空いてます？カラオケ店じゃないぞ。重力が、嘘つけ、嘘つけ、お前、何急に重力がって。あ、もしもし、石原どうした？先生、お、すいませんでした。どうしたんだよ。うすうす気づいてたと思うんですけど、俺ずっと休みの言い訳してずっとうすついてました。まあ、うすうすじゃなくて、まあもう気づいてるよ、ずっと。本当は友達と遊んだり、うん、ゴロゴロしたり、彼女とデートしたり。お前、ムカつくな。ずっと自由にやってました。ああ、そうか。けど昨日の夜思ったんです、うん、なんか男じゃねえなって、すごい罪悪感あって、うん、そんな自分が嫌になりました、うん、なんで明日は全然行くんで、よろしくお願いします。今日来れば？あ、もしもし、石原どうした？うわー、法事中に重力が、法事中に重力、エギー、最後ミックスさせてきた。